皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、エペソの6章の10節と17節をお読みしたいと思います。10節、終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。17節、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。アメン。私たちに対してですね、悪魔の策略があることを知る必要があります。時にチャレンジがあるんですね。それに対して神の武具を身につけて戦いなさい、そのように言います。そしてですね、御霊の剣である、この神の言葉を手に取るように、それを用いるようにと言われるんですね。イエス様もですね、その公の交渉外が始まるその寸前、40日間の断食をしました。その中でですね、聖霊に満たされて断食をしたわけですけども、聖霊に導かれて断食をしたわけですけども、イエス様はですね、悪魔からの3つの試み、誘惑を受けるわけなんですね。イエス様はその誘惑に対してどのように戦ったでしょうか。このようにあります。それでイエスは言われた、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさいと書いてある。イエス様はですね、その一つ一つの誘惑に対してこのですね、宣言した戦った方法があるんですね。御言葉を持って対抗したんです。御言葉の剣を持って対抗し、そしてこの誘惑を退けたわけなんですね。これはですね、私たちに対しての模範です、ね、どのように対抗したらよいのか、イエス様ご自身がですね、見せてくださっているわけなんです。悪魔もですね、時にそれっぽいことを言うんですよ。で、ここで悪魔も聖書を引用して語るんですよ。なんか聖書を引用されたらそんな気がしちゃうっていうことがあるかもしれない。私たちはですね、悟くある必要があります。賢くですね、その裏側にある騙しを知る必要があります。異端っていうものはですね、異なった橋って書いて異端、キリスト教の異端っていうものはですね、少々面倒くさい時があるんですね。それは時にですね、この御言葉も入っていたりするので、それがですね、正しいものであるのか正しいものでないのか、しっかりと見分けなければならない。それっぽいことが書いてあるゆえにですね、見分ける必要があるっていうことなんですね。全然別の宗教であるならそんなのも違うでしょって言えます。でもですね、異端はですね、時にですね、キリスト教会の中にですね、クリスチャンのたちの中にですね、入り込もうとして、そしてですね、その中で自分たちの方に引っ張っていってしまうっていうことがあるんですね。もう本当にですね、そこに御言葉も織り交ぜてくる、ね、彼らのですね、自分自身の間違った偏った理解の中で、ですね、そのことをするわけなんですけども、それゆえにですね、本当に気をつける必要があるわけなんですね。私たちは正しく聖書を知らないといけません。しっかりと聖書にとどまらないといけません。どれだけ私たちが御言葉と近く歩んでいるか、蓄えているかが勝負なんですね。悪魔は御言葉を全部知っています、ね、悪魔は私たちよりもですね、頭いいんですよ。長く生きてるんですよ、ね、なのでですね、知ってるんですよ。だからそれをうまくですね、それっぽく織り交ぜながら、ね、私たちにチャレンジしてくるわけなんですね。御言葉を知る必要があります。蓄え装備する必要があります。神の言葉が、御言葉が私たちの武器です。私もですね、学生時代に暗唱した御言葉が様々な時に思い起こさせられ出てくるんですね。あの時覚えてよかったな、ね、もっと覚えたらよかったな、そのようにも思います。今からでも遅くないですね。当時はですね、毎週水曜日が御言葉暗唱テストの日でした。ね、当時ですね、ローマの8章をやっていたことがあるんですけども、3節ずつですね、覚えていくんですね。まず1から3節を1週目覚えると、ね、それをテストします。次はですね、4から4、5、6、ね、6だと思うでしょ。でもそうじゃなくですね、次の試験はですね、1から6まで試験して、次1から9まで試験して、
そして1から12まで試験してというふうにですね、どんどんですねプラスして覚えてって覚えてって覚えてって、本当にですねしっかりと一生覚えることができるようにという、そういうチャレンジだったわけなんですね。これは本当にですね私のうちに根付いていますね。ことあるごとに、私がですねこの御言葉を語るとき、福音を語るとき、メッセージをするときにですね出てくる引用される御言葉の多くはですねあの時に覚えたこの御言葉たちなんですね。今日ですねぜひ一つ御言葉を暗唱していただきたいですし、御言葉を自分の中に蓄えるっていうチャレンジをですね今日から始めていただきたいと思うんです。ね、例えば同じようにですね、3節ずつ、ね、毎週何曜日に覚えてって、今年はここまで覚えることができるように、ね、そのようにですね、覚えるチャレンジをしていただきたいなと思います。今日はヘブルの4章12節、これをぜひ覚えてください。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。アーメン。御言葉はですね生きていて力があるんです。両刃の剣、ね、剣よりも鋭いものです。ね、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通す、ね、神様の言葉はですねそれだけ鋭くですね本当にピタッと差し通すことができる、ね、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができるようにしてくださるんですね。ぜひ今日この御言葉を、ね、覚えてください。暗唱してください、ね、もう今日この朝からこのディボーションメッセージ聞いてしまいましたね。ぜひ、チャレンジしていただきたいなと、思います。一言祈します。神様ありがとうございます。御言葉の剣を与えてくださって、そして私たちが対抗する手段を与えてくださってありがとうございます。どうか私たちがこれらを用いることができるように蓄えることができるように助けてください。主よ、あなたの御言葉の中生きることができますように、私たちが惑わされることがないように助けてください。感謝し期待し愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしてます。 God bless you.